福岛第一核电站附近，一栋废弃的小木屋，钟表还默然停留在12年前的那个梦魇时刻。2011年3月11号，日本当地时间14:46，日本东北部太平洋地区发生9.0级地震，震源中心离福岛第一核电站仅60公里。强烈的地震造成核电站反应堆自动停堆。46分钟以后，15:32，地震引发了特大海啸，14米高的巨浪淹没了福岛第一核电站，厂区失去电源。3月11号20点左右，因停电失去冷却的反应堆燃料棒开始融化。3月12号15:36开始，福岛第一核电站1号、3号、4号机组相继发生氢气爆炸。3月12号20:22，为冷却反应堆正式开始向原子炉内注入海水，由此形成的含有放射性物质的核污染水持续增长至今。我身后就是福岛第一核电站，福岛核事故过去已经12年了，积存的核污染水已经超过130万吨，而且还在以每天100多吨的速度增加。体量如此之大的核污染水应该如何处置，考验着决策者的良知和智慧。日本政府和东京电力公司最后给出的答案是，将核污染水经过过滤和稀释之后排放到海里。尽管有过滤和稀释作为前提，但人们仍对这次特大核事故形成的核污染水感到恐惧和担忧。反应堆里的水到底含有哪些核素？它对人类和海洋生物会造成多大危害？污染水里的核物质到底能不能被完全清除呢？为了寻找答案，我们走访了数位核物理专家和大学教授、职业记者，还有日本原子力规制委员会的代表，参与了我们的讨论。正常に運転されている原子力発電所の場合には、生み出された核分裂性生物、いわゆる日本人は死の灰と呼ぶのですけれども、それは燃料棒であるとか、燃料板、板であるとか、そういう中に閉じ込められているのです。で、ほんのごく一部が水の中に出てきてしまうであるとか、ただ福島の場合には、本来であれば、燃料棒の中に閉じ込められているべきであった放射性物質が全て表に出てきてしまったと。燃料棒そのものが溶けてなくなってしまっていて、もう作り出した放射性物質がどんどんと水の中に溶け出してきて汚染水を作っているということですので、今アルプスで処理された汚染水は産業排水と一緒だということを常に東電が主張していますが、先生はどう評価されますか？ですから今聞いていただきましたけど、全く違うのです。日本の政府や東京電力がデータを示しています。で、どんな放射能が入っているかといえば、ストロンチウム90という放射能、あるいはヨウ素129という放射能、ルテニウム106という放射能、その他にもたくさんあるんですけれども。在福岛第一核电站特大核事故发生一年之后，2012年3月，东京电力公司首次对核污染水中所含放射性物质的成分与浓度进行测定，结果显示浓度超标的核素有64种之多。还有专家敏锐地指出，还有一些潜在的核素没有被检测到，而且其危害更不可小觑。So we have seen some data from Tokyo Electric. What's known is that at the time of the accident, the water that's become contaminated, about 62 different types of radioactivity, plus carbon-14 and tritium, were in the tanks. They still have not done
a full explanation of all the radioactive materials that are in the tanks. Actually, only about 20% of the tanks have been substantially tested.もともと64種類以上の核種が入っているわけだと先生のこういう論点はその理由を聞いてもよろしいですか、もともとのとにかくそのソース源がその燃料デブリなわけで、で燃料デブリの中にはもともと1000核種以上の放射性核種が含まれているわけですから、当然これこの燃料デブリが水に接触すればいろんなものが溶け出してくることは明らかですよね。先生、他の各社のご意見ですが、今の処理水の中でアクチニット各種もあるという意見もありますが、先生はどう思われますか？それは全くその通りだと思います。もともと福島 の第一原発の3号炉はですね、MOX 燃料といってウランの燃料のほかにプルトニウムの、ね、燃料も使っていたんですね。它很难检测的，就是它的毒性非常强，但是它的比活度比较低，放射性的活度又低的话，它的检测是有一定的困难的。同时它会受到共存的核素的一个干扰，像钠237这样一个核素，它的半衰期是217万年，它的放射性是非常低的，但是呢，它的这样的一个很低的一个量，它的毒性又是非常高的。那これもテルルという元素なんですけど、毒性がですね、この青酸カリに匹敵するくらいの毒性があるんですね。で、そういったテルルについては全く東電は触れてないですし、まあ規制委員会も特に触れてないですね。やっぱり燃料デブリの中には何十キロというテルルが。その生成しているわけですから、まあ、やはり危険なことだというふうに思いますね。今この幻想は64種類の中に入っていないということですか？そうですね、入っていないですね、はい。なぜ入っていない、この幻想はそんなに危険性があるのに。テルルなんかはある意味ではその安定な元素なので、その今東電や規制委員会が取り上げているのはその放射性核種をしか取り上げていないので、まあまずそれで含まれていないのかなというふうに思いますね。まあ我々としてはまあその他にも核種いるかもしれないけれども、まあ、今までの その測定結果から十分規制基準を満足できるものであると、全体的に濃度が低いということですね。まあ、汚染水に相当する水が相当溜まっておりました。で、まあ、それは非常に放射線レベルも高いものですので、敷地の外にも線量の影響が生じているものでございました。でそれを、まあ、さらにリスクの低いものをするために、まあ、アルプスといった多核種除去設備というものを設置して、それをアルプスなどの、まあ、水処理設備を通すことで十分その放射線レベルの低い状態の水にしたものを今後さらに希釈して海洋放出するというものでございますので、アルプスっていうのはフィルターをつけて、そのフィルターに汚染水を通して、そのフィルターでそのトリチウム以外の核種を取り除くっていう機械なんですけど、アルプス処理という方法はどういう流れで決めましたか？かなり早い段階、もう2012-13からも検討されてってるわけですね。2011年の初期の段階は。ただあまりにも量が多かった時期はフィルター交換できなかったんですね。なのでかなりアルプスの性能落ちてしまって、まあ、今も1000個あるタンクのうち7割にトリチウム以外の核種がいっぱい入ってる。多核素去除装置从开始运转就遇到了很多问题。最早发现和对外公布多核素去除装置处理效果没有达标的是一些媒体人。河北新報も60数回規制値を超えてるという記事出してたんですけど、まあ、それを改めて自分でもう一回、検証してみたというところです。まあ、そうしたら回数は報道されていたよりもまだもうちょっと多かったので、東京電力が公表しているデータがすごく大量にあるんですが、それを
一つずつファイルを探してまたその中に大量の数字があってというのを一つずつ探していって必要なデータを確認して、まあ半年分ぐらいを確認して数を数えたという感じです。牧野龙一是一名自由记者。311大地震发生以后，他一直专注于福岛核事故的跟踪报道，连续六年参加了东京电力公司举办的每一场记者见面会，并以此经历撰写了三本书籍。非常に分かりにくいのは問題だというふうに思っています。大量のデータ、持っているデータを全て公開するというその姿勢は間違ってはないんですけれども、ただ単に出せばいいという話ではなくて、本来はどこにどういうデータがあるのか、それを見た人が分かりやすいように、しかも見て判断しやすいような形で出すのが誠実なやり方だと思うんですけれども、大量のデータを同時に公開することで重要なデータが分からなくなるので、アルプスの基地図に運営投資用に実際には問題がありましたという記事も私も見ましたが、これはどちらかというとその事故直後の応急措置として、とにかく濃度の高い放射線の高い水を処理しなければならないということで、フィルターの運転時間が長くなると、そうすると除去性能が下がることで水としては濃い水が出てしまうと。迫于舆论压力，2018年东京电力公司第一次向社会公开了多核素去除装置截至当年8月的处理结果。2018年まではもう全く分かんなかったんですけど、一応その後ですね、線香のタンク群の中で濃度が高いタンクは7割はトリチウム以外もかなり含まれているっていうのをちゃんと公開したっていうのは、前とは違うかなと思うんですね。アルプスという機械をかなり急いでいい加減に動かしたので、残念ながらまだ取れていないのだというのが国の説明です。ストロンチウム90なんていう放射性物質について言えば、国の基準の100倍を超えてまだ汚染しているというようなものもあると。After the first round of ALPS treatment, about 70% of nuclear contaminated water still fails to meet the safety standard. What's the reason behind this? So it's a technical problem with when you process this amount of water. If you try and do it too quickly,your filters that basically capture the radioactivity, these ion exchange, they get blocked and they become less efficient in removing the radioactivity. 从这次所谓的 70% 事件以后，东京电力公司在官网上把经过多核素去除装置的水从原来的川水改称为处理水。その2つの呼び方の違いは何ですか？これまあその呼び方をつけたのは東京電力ですので、我々としてはあまりトリチウム水という言い方は誤解を招くので使っておりませんでした。当然我々としてはトリチウム以外もそういうこともあるので、政府も処理水という言い方をするようになったというふうに思っております。言葉遊びをしているなという印象を受けます。もちろん処理水でも間違いはないんですけれども、処理水というふうに言ってしまうと本当にもう何も含まれてないような汚染物質が。多核素去除装置的第一轮过滤效果可以说是以失败告终了。于是东京电力公司又购入了两台据说精度更高的处理设备，准备对剩下不达标的 70% 的核污染水进行二次处理。那么第二次处理的结果又会怎么样呢？そういったものが7割あるというのは承知しておりますし、アルプスの性能が出せないからそうなってるわけではなくて、そういうトラブルでありますとか、その処理を優先させたということで、所定の性能が出なかった場合もありますということで、ちゃんとその何でしょう、その除去性能が確保される使い方をすれば、またトラブルもない状態で、アルプスを通せば十分規制の要求を満足できる性能を発揮できるということは我々も確認しております。
二次処理で、二次アルプスで、その汚染水また処理する、こういうことによって、その問題解決できますか？放射能が膨大すぎるし、それを取り扱うことによる、まあ、機械の故障、修理、そして労働者の被曝というようなことが、もうたくさんの問題がありますので、大変だと思いますけど。在社会公众的质疑和关注中，2020年9月，东京电力公司开始了对储水罐内不达标的70%的核污染水进行二次处理的试验。这次试验选择的样本量是1000个储罐中的2个罐，共2000吨核污染水。もう東京電力が実験しています。はい。あのアルプスをもう一度使って二次処理をしたらばどれくらい取れたかと、そのデータがどこまで正直なデータかというものは、まあ、疑問がないではありませんけれども、多分心配されているのは2000リットルって少ないんじゃないかとか、そこがあると思うんですけど、おそらくですね、今回の海洋室一番分かりやすいのは1000個のタンクを全部二次処理して最初に、おそらく多くの人は納得しやすいんだと思うんですね。ただ技術的に、あるいはそのコスト、あるいは時間っていうのがすごくかかってしまうんで。经过一个月的净化处理，2020年10月，东京电力公司公布了这2000吨核污染水的第二次处理结果，宣称基本达到了饮用水标准。从此，这2000吨水也就成了展示给各监测机构的样板水。東電が自分でですね、タンクの水をアルプスで、二次処理をした結果を報告してるんですね。まあ、この報告結果も非常に限定されたもので、タンクの中の2箇所のタンクからその水、きれいな水を取り出して、で、まあ、それについて分析してるんですが。でまあ、ストロンチウム90とかですね、まあ、セシウム137とか、まあ、そういった各種についてもですね、そのやはりそのゼロにはできなかったんですね。It's about 2,000 cubic meters. They were successful, but it's less than 0.21% of the amount of water that they now have to process. And it's probably not just one.Process, it's many, many times they will have to process this water. But they're not explaining, Japanese government, the IEA, no one is explaining about this operation. そうですね、これは日本の法律がいわゆる濃度規制なんですね。ですから、とにかく薄めて流せば法律の基準以下になって問題ないよと。で、日本のまあいろんな汚染の放出はその濃度規制でこれまでずっとやってきていて、総量規制ではないんです。So the fact that the discharges will be below the regulatory limit, that doesn't protect the environment. It just means that they're below the regulatory limit. Those regulatory limits are the problem. They allow discharges of radioactivity into the environment. 专家指出，东电对于核污染水处理结果的检测仅包含放射性核素。而对人体而言，有化学毒性的其他元素并不在检测范围内，这使处理水的检测结果显得更加不可信。那我特别想提到这个阿系的这个核素，针对的阿系核素，我们做了比较系统的这样的一个研究。第一呢，它的毒性非常的高，它的不光是它的放射毒性，还有它的化学毒性。就一旦它的排到海洋里面，它对整个海洋生态安全的这样一个影响。它可能比刚刚那几个核素它甚至要更大。まあウランにしろプルトニウムにしろやはり化学的な毒性があるんですけれど、まあ今のところ汚染水の中に含まれていませんよっていうどうも測定結果があるみたいなので、まああまり大きくは取り上げてはいないですね。アルプスで処理する対象の各種というのは確か決まっておりますけれども、62各種と。で今ご懸念 の62以外の各種も除去されずに出てくるんではないかというご懸念ですけれども、まあ、それの一つは炭素14であります。しかし炭素14はアルプスを 通したとしてももともとその濃度としては十分低いものであると。
で、まあ、同様に他の我々としては他の各社もいるんじゃないかということで、精査東電にさせまして、まあ、十分非常に低いというか、まあ、ほとんど検出されないレベルであった。なので、まあ、アルプスがの除去の対象になってなくても十分その他の各種については影響は小さいと、極めて微量だということを確認しております。私はそういう認識には反対ですね。まあ、やはり30年40年50年というふうにわたってその放出が続くわけですから、どんなにその微量ずつ微量で放出されたとしても、やはり海底度海の底に溜まっていったり、海の中にはいろんな生き物がいますので、そういう生き物に蓄積していくというふうに思いますね。はい。東電承認、第一轮核素去除过程中出现的问题大多与操作和管理有关。那么在未来的30年、40年当中，东京电力公司的运营管理能不能让社会公众放心呢？どんなに性能がいいものでも使い方間違えれば問題が起きますし、どっちかというとそのアルプスそのものよりもアルプスを使ってる東京電力の技術技能の方に懸念が覚えます。アルプスという設備の中に、いろんなその保守点検が必要な部品がいっぱいあるんですね。でそのうちの一つにフィルターがあるんですけど、当初そのフィルターをメンテナンスする期間っていうのが決まっていなくて、しばらく何年かしたんで、東京電力が全部フィルターの点検を一回した時に、ほぼ全部壊れてたんですね、フィルターが。どういうことだっていうふうに聞いたら、東京電力は壊れたら交換するからいいんだっていう説明をしていたんですけど、壊れているのが見つかったら直すような保守点検の仕方をしてるから、まあそれは問題ないというふうに東京電力は言うんですけど、もしアルプス設備の中で例えばフィルターがうまく機能していないとか、何かトラブルがあるときは、すぐ分かりますか？いや、やっぱりすぐは分からないと思うんですよね。処理をして、で最終的に出てくる水をタンクに溜めて、でそのタンクの中の放射能を測らないときちんと処理できたかどうかわからないわけですから、やはりそれも難しいですよね。確かに。为了取得公众的信任，东京电力公司专门设立了处理水门户网站。网站对多核素去除装置和其他污染水处理相关信息进行了简单的解释，却并未将真正的问题和困难向外界公开。これから東京電力がどういうふうに、やればうまく説明できるようになっているんでしょうか？どう思われますか？やっぱり東京電力だけではなくて、第三者機関を福島第一の中に入れて、いろいろな人がいろいろな目でいろいろな角度で検証できるような体制を作るのが一番大事だと思います。 We are really concerned about the Fukushima Daiichi site. It's right on the Pacific coast. There is an enormous amount of radioactive material. This nuclear fuel that melted down in 2011. There is no solution for that at the moment. It's still in contact with the environment. Maybe the discharges will begin this year, but we are very, very far away from actually solving any of these problems.まあ、これ簡単にね、賛成反対ということはちょっと難しいんです。海江田万里、日本众议院议员。2011年核事故发生时，他正是日本经济产业大臣，参与并指挥了福岛第一核电站事故处理的全过程。ただ今の段階で海洋放出しますと、やっぱまだまだ分からないこともありますし、それから心配をされている人たちもたくさんいます。過酷な事故のあった燃料に由来する、まあ、放射性物質だということで。从2016年起，日本政府正式开始酝酿核污染水的处置计划。
具体实施这个计划的正是海江田在经济产业省的继任者们。だけれども、やはり処分方法について5つについて、小委員会で議論をしていただいたということなんですね。まあ、それらについてもやはり多くの方々の意見を聞いたということで、その6年間小委員会の議論もしてまいりました。そういう中で、まあ、あの時間の制約も含めて私どもは適切であったと思っております。核事故发生后不久，为了处置日益增长的核污染水，日本政府成立了两个由政府官员和相关专家组成的专门小组委员会，分别对核污染水的处理技术、成本和社会影响进行探讨和评估。汚染水って出るわけですよね、冷却するたびに。でもう溜まり続けてるんで、まず汚染水を処理する委員会っていうのは国が作ったんですよ。これはもう内閣総理大臣とかが入る委員会 で、その下に2つ作りまして、1つはその汚染水をどう処理するか、技術的な部分ですね。例えばそのアルプスで処理したものを海洋に放出するとどのぐらいのコストがかかって、どのぐらい期間かかるのか、地下に埋めるとどのぐらいコストがかかって、技術的には可能なのか。经过两年半的研讨，技术委员会总结出了五种处理方案。方案一，注入地层，将污染水注入深度2500米左右的地层结构中。方案二，排入海洋，将核污染水稀释或分离放射性物质后排入大海。方案三，蒸汽排放，将核污染水进行蒸发，通过排气管道排入大气。方案四，电解释放，将核污染水进行电解反应，将生成的氢气排入大气。方案五，固化填埋，把核污染水和水泥等材料混合成固态后埋入地底。表上统计的成本造价显示，排入海洋花费最少。では海洋放出に決めた理由は主にコストや手間を考えて決めましたか？コスト計算みたいのはタスクフォースがやってたんですよ。例えば水素に分離する、これ1000億ぐらいかかるだろうと。で、例えば地下に埋設する、これが大体2400億ぐらいかかる。で、一方で海洋に海に流すっていうのは、これ今までもやってたんで、大体34億ぐらいでできそうだとかっていう。経済的に言うと、検討会の方では最も安いのが海洋放出だということになりました。大岛健一是龙谷大学教授，被业界称为核电成本研究第一人，他也是日本原子力市民委员会的主席。他和委员会的专家们一直关注着这场引人注目的讨论。コスト面で言うと、最も安いものが今東京電力が取ろうとしている海洋放出で34億円というふうに計算されています。本当は丁寧にどういった根拠でいくらかかるんだというのは提示した上でね。やる計算し、その他の、ね、研究者や機関も含めて意見を聞くというようなプロセスが取られるべきだったと思いますけれども、残念ながらそういったプロセスは、その政府の委員会の方ではなかったので。在技术委员会的报告出台之后，小山良太所在的多核素去除装置小组委员会则要开始对这个报告进行社会影响方面的评估。定義上書かれているのは、5つの方法のそれぞれの社会的影響が多いのか少ないのか、これを検討してほしい。なので我々としては開発した場合の影響、ものすごく影響大きいですよ。漁業への影響、これ福島に限らずですね、日本の漁業全体に影響を与える可能性があると。風評も含めて、あるいは海外、
海ってつながってるので、まあ韓国や中国、まあそういう周辺の国も漁業やってるわけですから。ただ現状は福島県だけじゃなく日本の漁業者まだ反対なんですね。じゃあ反対ですと言われても、我としては結論といいますか立場が変わるわけではなく、我としてはそのなんて言うでしょう、その科学的技術的な見地から独立して判断するということが我々の、まあ、行動原則でありますので、その中にはその住民の方がどう思うかによって判断というのは変わるものではないと思っております。と前提に海洋放出が現実的と判断し、今日方針を取り求めました。2021年4月13号、时任首相菅义伟向世界宣布了日本政府最终做出的排海决定，这将开启人类历史上第一次把重大核事故产生的污染水排入海洋的先例。ただ反対のまま進めている状況っていうのは、アルプス小委員会の提言に書かれていたこととは違います。合意を得ることが前提だっていうことはもう書かれているので、提言の通りになっているだけではないです。今の現状っていうのは。So、that's worst case scenario from my perspective, that we see that there are impacts、that could have potentially been avoided with a different approach or different planning. 杰伊·卡伦是加拿大海洋科学专家，从2014年开始，他以海水和海洋鱼类为样本，对福岛核事故造成的海洋污染进行跟踪研究。You know, at best, I think what will happen is that even with a well-thought-out monitoring plan, there's the potential to damage the reputation of Japanese fisheries, for example. Any action where more wastewater is being, or contamination from the disaster is introduced into the coastal ocean and offshore waters off Japan, that has the potential to erode confidence in the fisheries.It's been a long way back for them, working quite hard to, you know, maintain their livelihoods, their way of living, and to reestablish confidence in their seafood products. And I think we really have to think about the Japanese people who are still, that coast is still recovering from the tsunami and the nuclear meltdown.受海啸和核污染冲击最严重的福岛县，有超过160公里的海岸线，生活着上千靠海为生的渔民，他们正在复兴的希望和排海的失望中彷徨忍耐。核电站事故后，东京电力公司给予了福岛县渔民渔业补贴，他们很少接受媒体采访。小野春雄是敢于面对媒体发声的代表。これを覆すということは、やっぱりみんな、やっぱり世論の力とか、こういうマスコミ、なるほど、マスコミを受けてるんですよ。こんな島田氏、俺、こんなこと喋ってくださいよ。漁師は、海なんだ、海が仕事場なんだから。小野今年71歳、从15歳开始出海打鱼、已经有56年了。一场地震改变了他的生活，而排海的决定更让他心力交瘁。一変しましたよ。だって何にもなくなったんだもの。うち全部流されちゃったもの。全財産が残ったらこの船だけだったもん。何のために助けたかって意味がないのよ。命かけて助けたのが、やってやっと12年経って両親もこう落ち着いたのよ。今年な春から夏にかけて海に流せなったら。当日もね、我々に魚も売れないし、な、こういうことなんでやるんだかと。国は守り組は我々だべって。我々が被害して、なおって10年かけてやっと戻るのもいくなったんだよ。魚も取れるようになったし、値段もいくなったし。で、まだ流したことったら、まだ一からやり直しだべって。这里曾经是个忙碌而繁荣的渔港。核事故发生以后几乎安静了十年，两年前刚刚恢复的试验性捕捞让小野他们重新回到了大海，但排海的决定让他们再次陷入困境。政治家が言うのには大丈夫ですけど、
あくまでも毒だべって、毒を 何倍の薄めだって、もともとの本体は僕毒だべって。今プラスチックダメだ、何ダメだな、トリチウムだけ海に流していいの。矛盾してんだよ、あの言ってることが。今日今さださっている政治家、あ、東電みんな、あの30年40年いないでしょ。我々の仕事ってここの海なんだから、こっから離れることできないんだから。被害者が一方的に被害を受け、加害をした人たちは何の被害も受けないっていう非常に不公平な構造を持っています。漁民の方々が求めているのは流さないでほしいということですので、その声をちゃんと踏まえるべきだというふうに思います。東京電力も国もそれを約束していますので、はい、2015年8月东京电力公司在回复福岛县渔业协作组合联合会的请愿书时作出书面承诺，在得到包括渔业从业者在内的相关人员理解之前，不会对核污染水进行任何处理。私どもの方でですね、まあ、しっかりと説明をしていくということになりますが、地元をはじめとした方々のご理解を得られるように努力をし続けていくことが、まあ、大切なことだと思っております。由于这些年很少出海打鱼，小野养成了登山的习惯。他说特别享受从山顶上俯瞰大海的感觉。他说要把身体锻炼好，直到100岁也要守护着家乡和这片美丽的海。ね、絶対流されてる。この約束どうなんですかって。人間約束破っていいってことねえでしょって。政治家だって、そう、一国の総理大臣に決めないよ、これは。我々の話を聞かないと。我々が海を使ってんだから。うん、それは約束破ってますよ。うん、だからその政府は関係者の理解がなければこれは放出しませんよということを約束しているわけですから、まあ国会でそのことを野党が質問しまして、岸田総理は確かにまだ得られていないと。だけどこれからも努力していくと約束を守れるようにね。海ってみんな使うんですから、人間が。こんなところ汚してはダメなんですよ。全世界でやっぱり応援して。だって流す必要がないんだもん。法があるんだもん、どんな法でも。人間が今の時代の笑顔だ。どんな法でもできると思うよ。台海决定宣布两年多以来，质疑和反对的声音一直没有间断过。从目前的事态发展来看，当初的台海决定既会影响日本的渔业发展和灾区复兴，也在损害日本政府和东京电力公司的国际声誉。那么除了台海，还有没有其他更加科学稳妥的处理方案呢？いろんなことが当初計画していたことからすると随分変わってきて、最初の評価の時は34億円だったんです。それが放出の仕方とか変えたために4年間だけで430億円ってなった。最初の計画は88ヶ月でできるっていう。だから現在は30年以上続くことになるわけだから、全くその当初の計画から変わってきている。そうすると本当に最適なやり方なのかどうかっていうことを改めて考えないといけない。最初の合理的だというようなことだけで今やろうとしているというのが大きな問題だと思います。まあ、そもそも汚染水がこれ以上増え続けなければ、まあ、海洋放出しなくても済むんじゃないかということで。柴崎直明是福岛大学教授，同时也是福岛县废炉退役安全委员会的成员，负责核查和研究东京电力公司发布的有关核污染水的数据和资料。核事故发生以后，他曾多次进入福岛第一核电站考察，在接受我们采访的前一天刚从厂区现场回来。
では今汚染水の状況はいかがですか？最近のデータを見るとそもそもですね、汚染水が今でも増え続けているので、汚染水の中の地下水の割合っていうのははっきりは実はよく調べられてないんです。ただ雨と雨水と地下水による流入量で全体の8割ぐらいですね。私の意見は海洋放出ではなくて、とにかく今増え続けている汚染水をとにかく発生量をゼロに近づけてほしいと。そうすれば今溜まっている水を安全に保管すれば海に流す必要はないんじゃないかという。では先生から見るとご提案は具体的にどういう提案ですか？私たちの提案はその今までやられた凍土壁とは違って、もっと広い範囲にもっと深くまでちゃんとした遮水壁という壁を作ったらどうかという提案なんですね。私たちの提案は、もっと広い範囲で、全部で全長 3.7km ぐらいの壁を作って、で深さもですね 35m から 50m ぐらいまで下までちゃんと確実に壁を作って遮水をすると。それからその広い範囲で囲まれた中には当然雨も入ってきますから、集水性というですね、水をこう確実にこう排除して水位を下げるというその対策を組み合わせて、で建屋への地下水流入量を抜本的に削減するという案を提案しています。これはもともと批判がありました。耐用年数が 5,6 年かそれぐらいなんですね。永久的なものではないわけです。で周りをきちんとその構造壁といってコンクリートで作って入らないようにするという技術は別に難しいことではありません。はい、でそれは日本の建設会社が十分できることですね。でもそういうことを、取らないっていうことを続けてきてるのが、東京電力。除了切断地下水源、减少污染水的增量以外，公众谈论最多的就是把核污染水继续储存起来，等待新的科技手段的出现和氚等放射性物质的自然衰变。東京電力の敷地にはもうその小さなタンクを使ってるからいっぱいになっちゃって、これ以上増やせないっていうのになってますけども、大きなタンクがいっぱいあります。小名浜でこの近くの港の近くにも10万トンのタンクがいくつもあります。ボン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 、これが石油が入ってます。石油備蓄基地ってあるんですよ、日本はね。いくつも一基10万リューベ10万トンくらいの規模の大きなタンクがあるんです。そのタンクをそれこそ10基くらいも作れば全部入っちゃうんです、それだけで。つまりそういう大型のタンクをあそこのね今のところに作りながら、そこに貯めて長期に保管する方法とか、それ長期保管っていうんですけど、それやると多分その半減期がありますから、 12.12、3年で半減しますからね。だから数十年、100年単位だったらほとんどなくなっちゃうんだけど、だからその何もするわけじゃない。だからタンクなんか置くだけなんで、場所とあれだけ作ってやっておけばいいっていうのが一つ。ある市民団体によって数多くの貯水タンク増設することは実際には可能だという情報もありまして、汚染水もうちょっと溜まった方がいいではないか、ご意見もありますけれども、東京電力が管理しなければならない対象物が増えてくること、一方で先ほど申し上げたもっとリスクの高い燃料デブリであります放射性廃棄物を安定な状態に持っていくということを考えると、そちらも放置される方がもっとリスクは高いと思います。タンクに汚染水を貯めておくと地元の人が不安に思うからっていうふうに政府は説明をしてるんですね。それだけで風評被害が出るんだっていうふうに、だから海に出すんだっていうんですけど、貯めておいても風評被害が出るって言ってるものを海に出したら風評被害が消えるっていう理屈は僕は分かんないですし、普通に日本語としてねおかしいので。其实在阻断地下水源和大罐储存之外，专家们似乎更倾向于砂浆固化处理。提出这个方案的是化学工程师川井康郎。川井从事核设施及能源化工厂的设计建设工作已有数十年之久。まずコンクリートでもって、ピット
でそこに先ほども言いましたけども、汚染水と砂とセメントを混ぜて、流し込むとドロドロと、そうすると時間が経つと固まるわけです。でそこで例えば置いたまま100年200年経てば、さらに、トリチウムで言えば何千分の1に、減って減衰すると、放射線としては弱まってるんでね、安全なんですね。まあ、だからこそ、サバンナリバーでアメリカの原子力業界はこの方法を使ったんです。でしかもコンクリートとモルタル工事っていうのは非常に単純なんですね。モルタル固化案のプラントが東電に提出したことでどういう対応されましたか？最初の経産省の案の中一つに、その埋設案っていうのがあって、その場合はコンクリートを地下に、コンクリートピットを地下に作って、そこにモルタル化したものを入れていくと。ただお金がかかるってことでやめちゃったわけです。地下じゃなくて半分地上にあるのがサバンナリバーの案だから、もっと安くできるんですね。でところがその先ほど言ったように1600億円対35億円っていうものにまあ目がくらんだのかね、そういうことで、本気で検討しようとはしてない。在经济产业省的官网上，他们做出了这样的解释：福岛第一核电站的废炉是福岛复兴的大前提，但是巨大的储罐超过1000个，未来恐怕没有放置必需的设备和进行作业的空间。把处理水进行处置，去除储水罐，是废炉和复兴不可欠缺的一环。東電と政府は貯蔵スペースがないからもう出さなければいけないというふうに言ってるんですけれども、貯蔵スペースがないというのは、デブリを取り出して保管する場所を作らなければいけないので、もう場所がないというふうに説明をしているんですね。でもデブリは取り出せるかどうかなんていうことは今全くわからないので、わからないものの設備を先に作らなきゃいけないというのは、説明としては合理性がないように僕は感じているんです。So there is a mythology that's being created over these last 10 years or more that it is possible to recover fully from a triple reactor nuclear meltdown.So the time frame that's given by the Japanese government, by 2040 to 2050, the entire Fukushima Daiichi site, the reactors, the nuclear waste, everything will be removed from the site and removed from Fukushima Prefecture. There's no basis for that. They really don't know what's going to happen with the Fukushima Daiichi plant over time.なぜ海洋放出は廃炉のプロセスの中で、重要な一環ですかね。やっぱりそのデブリを取り出す廃炉ね、そして福島は終わったんだということをアピールすることができる、それから汚染水の存在もなくして海洋放出によってね、福島のなんていうかな、先ほども言ったけども負の遺産である汚染水の存在